アマレスニュース、はい、アマレスニュースの時間ですやりますね、今日もやるんですね、はい、最近起こったレスリング界の出来事をお伝えしたいと思います、はい、なるほど、はい、今日もゲストをこれでいくんですね、この体制で今日のゲストも前回引き続きこちらの一言も喋らなかったよ、靴を履きたいとすると、はい、3名がコメンテーターということでお呼びさせていただきました、はい、ほぼノーコメンテーターですけど、ね、ノーコメンテーター、いやいや、またイエスなすんじゃないよ、はい、それではまず早速一つ目のニュースです、はい、こちら樋口玲選手、うん、誰か丸々してくれ、なんだそれ、なんだそれ、すごい、はい、なんか大変そうな、あ、スパーリングしてくれとかかな、そういうなんか連載だよね、どうこれ、違います、何ですか、こちらのニュースです、はい、リオオリンピック銀メダリストの輝き、うん、はい、全日本選手権で最近、去年全日本選手権で優勝されました、うん、樋口玲選手、うん、誰か髪をいい感じに切ってくれと嘆いているものです、美容室行けよ、あ、終わりだよ、それで、それ終わりじゃないか、ちょっと待って、誰かって、美容室行けばいいじゃない、いや、何そのニュース、重大な問題がありました、どういうこと、何かあったの、寝癖が激しいとか、はい、何、何、こちら、うん、美容院に行く、あ、行ったんだね、うん、髪を切る際に、うん、美容師さんにバッグを取られてしまう、うん、その時レスリングで本能的にバッグを取られるのが樋口選手は嫌だということで、はあ、美容院に行けず髪がどんどん伸びてしまうということ、いや後ろからこういうちょうど俺が髪じゃ言うけど、こうやってこういうことでしょ、こういうことですよ、うん、それが嫌なんだ、それが2ポイント取られるんじゃないかという、いや取られはしませんよ、取られてないよ、膝も両膝もついてないから、でも取られません、いや大丈夫です、心理的に取られてるようですそれがとても嫌だということで、だから美容室行くのが苦手なんだ、それでいけないのではないかと言われてます、じゃあ正面からこう切ればできるとか、こう正面向いてこうやって切ればいけるとかね、そういう感じだったらいけるんですが、後ろ髪が伸びてしまうから、その心配もあり美容院には行けず、え、じゃあどうしてるの、なので誰か髪を何とかしてくれと嘆いているものです、なので何なんだそのニュース、樋口選手はどうでもいいだろう、そんなニュース、いや、これが大事なんですか、樋口選手は、はい、行列のできるラーメン屋でも、うん、後ろに人が並んでしまうとその度にまた後ろにバッグを取り、行列だけじゃなくて別にコンビニだろうかどうだろうが列できる時あるよ、列が出てる、出るたんびにまたバッグ取り返すの、後ろ取れたバッグ、じゃあずっと後ろじゃん、ずっとそうなんです、こうあったらこうこう行ってこう行ってって後ろ取れってこと、ずっと後ろに回ってしまうため一番最高みたいな時だろ、そういうことになります、頭おかしい人じゃないか、そんなの、なので行列ができるラーメン屋や、樋口選手ってそんなバッグを取る選手なのが上手い選手、どっちかというと崩したりして、そのまますぐバックを取る習性の、まあ、それはまあレスリング選手全員が全員あるんですけど、うん、特に樋口選手はバックは絶対取られたくないという精神が強い選手なんだよ、それ、そのため髪をなかなか切ることができない、どうしたらいいのか本当に大変な問題になっております、解決されないニュースだね、これ続いてのニュースです、続くんじゃないよ、まだニュース、はい、続いて大西さくら選手、大西さくらさん、まるまる成功、誰、大西さくら、ちょっと僕面識ないからね、ちょっとわからないです、こちら大西さくら選手が、はい、佐賀県の、うん、中学校3年生の選手で、はい、全国中学選手権優勝もされている、すごい、とても強い選手なんです、はい、大西さくら選手が、はい、アップルパイ焼きに成功しましたおい、その情報を逆にどこで知ってきたんだろう、中学生の、あなたが危ないやつじゃないから、なんでそのこと知ってるの、中学生がアップルパイ作ったことは、これ最近、はい、大西選手はお菓子作りにハマっていて、いやいや、あの大西選手ってまだ中学生の方だから、普通の中学生として考えたらいいじゃないですか、レスラーのニュースで入るの、これちょっと、これ大事な事件なんです、大事な事件なの、綺麗にアップルパイを焼き上げ、うん、さらにガトーショコラやチーズケーキにも挑戦して、普通の女の子としてね、女子力があるってことでいいじゃないですか、これレスリングからニュースじゃないんですよ、その2つのケーキも綺麗に焼き上げた模様です、はい、そうだね、なので大西選手は次のレスリングの試合ではパンケーキを成功させてやる、いやレスリング技ありますけどね、パンケーキって技がね、相手をひっくり返して、うん、スイーツにつながってね、うん、その技で次回は相手を倒してやる、うん、そのような意志の表れなのではないかと言われています、ガトーショコラ作ったから、はい、ガトーショコラ、それでもパンケーキやるって言ってるようなもんじゃない、そうなんです、次の大会でバレるぞパンケーキやるって、いいのそれ、もうあまりにも強すぎるため相手に予告をしているというそんなやついるのかよ、なんであなた大西選手が知ってるの、なんか知り合いなの、大西選手とはレスリングの天皇杯の時に、おい、隣の席で今年の天皇杯の時、去年、去年の天皇杯、はいはいはい、あの観客席で、はい、僕の隣に大西選手が座っておりまして、そうなんだ、たまたま、たまたまです、その時に軽く会釈をさせていただきました、ご挨拶したと、ご挨拶させて、あ、そうなんだ、いらっしゃったんだ、そうなんです、あ、なるほど、なのでこの情報をお伝えさせていただきましたそこからちょっと、はい、最後のニュースです、最後のニュースで、はい、こちら、うん、川名舞斗選手、あら、なぜだと嘆くいや、そのなんか抽象的なタイトル多いよね、なんかもうちょっとバンと来ないの、なんか舞斗さんってことは弟さんの方かな、僕の、あ、ね、舞斗さんもね、はい、
先ほど言いました、グレコローマンスタイル、67キロで、選手で、以前2017年はアンダー23で59キロ組で世界選手権優勝された川名マストさん、それの弟が、マストさんね、お父さん、先ほどの、ね、川名マイトさん、はい、広島県の方ですよね、はい、全日本選手権グレコローマン60キロ級で5位にもなっている川名マイト選手が、マスト君で弟さんがマイトさんってかっこいいよね、名前がね、名前もちょっと似てるんですが、ね、タロだもんね、君タロですか、タロです、芸名じゃないから、タロもかっこいいって言われて、いやいや、あんたマサシでしょ、本名はマサシです、なんだよ、タロもかっこいいって言われてますね、誰か言ってた、はい、そのマイト選手、弟のマイト選手が、はい、うん、なぜ毎日兄貴の洗濯もしないといけないんだと嘆いてることが分かりました、あ、そうなんだ、はい、一緒に暮らしてんのかな、今どうしてんだろうな、この兄のマイトさん、兄のマストさんですね、兄のマストさんがですね、こちら、今年の5月20日に ZIP という番組で、情報番組で地球トレーニングをしてる、これあまりするし一回取り上げたじゃん、前回取り上げたんですが、そこで紹介し話題になったこのマストさんなんですが、こちらですね、河原で流木を、川に落ちる流木を、そのマストさん、弟のマイトさんはですね、このお兄さんの洗濯物をマイトさんが洗っているようなんですが、この川の弟のマイトさんも、弟のマイトさんは、何を言ってたからずっとマイトとマストが分かってちゃう、はい、マイトさんは地球洗濯という洗濯をしていて、あれってことは川でやってるんですか、川で、このマストさんがトレーニングしてる後ろにあるこの川で、以前一切洗濯機とかを使わずに地球洗濯といって自分で衣類を抱きかかえ川の中でローリングして水を進みアンクルホールドのような要領で水を脱水し、最後は投げて木の枝で洗濯を干すという、本当に地球洗濯で洗濯をする、いやそれ地球洗濯って何で言えるんだよ、地球にあるものでトレーニングするのは地球トレーニングは分かるよ、はい、レスリング動きでトレーニングする洗濯するだけじゃん、これはやっぱ地球の川で、地球の川で飲んでたら全部地球だよ、地球なんです、ここも地球の小屋だよ、この現代の文明に頼らずにもう地球上にあるものだけでやる、なぜか地球なんだ地球ってね、マイトさんは、はい、自分のだけでも大変なのに兄貴の分までなぜ俺がやらなきゃいけない、ああそうか、じゃあ洗濯機やった方が嫌がってんだね、はい、じゃあその地球洗濯機やめた方がいいじゃないですか、洗濯機持ってきなさいよ、こういうランドリーでも辛いだっても、これを毎日やり続けることで、どんどん力をつけ、マイト選手もだんだん強くなってきてると。あ、洗濯のおかげで、結果、兄貴には感謝してると言ってるのではないかと言われて全部最後、憶測だよね、毎回ね。裏取り全く取れてないですよ、あなたなんか。これで、兄弟、はい、川名兄弟、なるほど、最強になるのではないかと。素晴らしい。はい、言われておりますので、我々も応援したいと思います。はい。以上、アマネスニュースでした。